菅平高原真田町は長野県東部の昭憲群に存在した町で2006年3月6日に上田市、小さ型群真理子町、武志村と合併し新しい上田市の一部となった。北部の菅平高原は標高約1300メートルで夏はラグビー、冬はスキーとスポーツが盛ん。また夏の気候を利用した高野菜の栽培も 盛んに行われている。東西約1 9 6トル南北約1 7 2トルの逆大系型をしている。戦国期に開国竹田氏の家臣となり、豊臣政権時代に大名化し、近世大名として存続した真田市発祥の地である。農業、観光が、基幹産業である。真田町には上田市を経由してアクセスするのが一般的であるが、 長野市から長野県道35号長野真田線で峠を越えて行くこともできる。鉄道はなく上田市の上田駅と路線バスにより結ばれている。かつては上田交通真田防用線が上田駅と真田町の真田駅、蕎麦用駅を結んでいたが1972年に廃止された。バス停は国道144号沿いにあり、バス停名は サナダ自治センター入り口となる参考最寄りの高速道路のインターチェンジありがとうございます。